どうも皆さんこんにちは、きなです。今回はですね、最新のレジェンズバトルロイヤリングでね、遊んでいこうかなと思います。で、今回のルールがですね、ドラゴンボール付与率ダウンプラス Z 魔人ブー編のキャラクターのみ、編成することができると言ったわけで、やってみます。で、今回はね、チケットが6枚溜まってるんで、結構ね、戦えるというわけで、僕のね、ガチパですね、純粋分民主時の僕がね、ガチパを組むんだったら、このね、天産合体になるんじゃないかと言ったわけで、使ってみようかなと思います。はい、リーダーのハゲだけね、ちょっと、突が少なくはあるんですけども、ライジング牽制要員かつリーダーで、アビリティの補完が取れているというわけで、非常に強いんじゃないかなと思っています。はい。で、いつもの合体編成に、体力2枚積みして、で、ウルトラベジットがね、メインのアタッカーになってくるので、このね、黄色悟空の全開アビリティをぶっかけつつ、火力を持っていこうっていう感じになっていますね。で、バトルロイヤルなんで、かなりですね、勝率大事になってくるので、テンさんでね、安定感もたらして、戦ってみようかなと思います。ウルトラの純粋ブーに対して、赤ベジットのね、後退禁止させて、うまいこと、倒していこうっていう感じですね。いきましょう。さあ、やってまいりました。相手はこれはなんだ？すごいね。全開サイヤ3枚乗せか。お、結構強そうだな。こう見てみると。で、なんかリーダーにベジット詰めてるんで、多分スーパーベジットの方が紫枠として出てくるんでしょうか。はい。僕の方はウルトラベジットから入って、カウンター入れて、で、じりじり削っていくって感じにしましょうか。いやね、魔人ブー編のバトルロイヤルは結構ね、やっぱ最近のキャンペーンで新キャラも増えてますし、非常にね、面白い感じになってるんじゃないでしょうか。はい。いいね。かっこいい、かっこいいけどさ、昔のキャラばっかりだけど、大丈夫なんかな。はい。またなんか、シェイキカウント持ってるんで、そこだけ気をつけましょうか。はい。クソかっこいい。で、アーツ消化して、ちゃんと弾ついてる方の打撃を消化することを最近覚えました。即、OK？特化向こうないけど、取りま、詰めまくります。多分、救出使ってくるんちゃうかな。ダメ的に痛いんじゃない？ガンガン打って救出してこい。1000でも紫も出したくないでしょ。これ救出してきた。オッケーオッケーオッケー。無理するんじゃないよ。絶対持ってんだこれ。即行こう。じゃない。いった。テンさん僕6凸なんでね、少し渋いですね。はいはいはい。ナイス耐久。赤ベジットは相変わらずの超耐久ですね。これ出しとこう。はいはいはい。素晴らしい。クソ強い。必殺敵二軍坊主。がっつり攻めていいね。ここは。がっつり攻めていいタイミングだわ。じゃあ、行って。オッケー入っていく。これさ、またら回ってないんじゃね？回ってるかな？普通に繋げますか。ワンチャン交代禁止まで回ってほしいけど。あ、待って。いい案思いついたわ。はい、メイン切ります。で、4枚リロード。これが強い。で、変えてくるか。しゃあない。いや、変えてこなかったら今もう裏のベジットで縛って勝ちやったんですけど。チョップ。このね、テンさんはね、PC 版のレジェンズでもめっちゃ頑張ってくれたんで。あ、通常遅れた。間違えました。すいません。いったー。こっち出して、外してくる。いってえわ。いいっすよ。それ出そう。そもそも踏ん張り持ってるかつ、テンさんのライジング牽制がここで行きますと言ったわけで。さあ、非常に強力です。はい、テンさんの気候砲が入っていく。で、相手、うわ、何こいつってビビってるとこやと思うから、即圧に変えてくるか。タックル入るかなって思ったけど。危ない危ない危ない。確認してください。痛い。ちょ。でもベジとか硬いから耐久に助けられてるわ。体力2枚積みマジで強い。タックルでアプローチしまくろう。これ即待って回避したくね。受かるからいいけど。てか即で基本即ですね今。待って、撃っちゃった。まあいいや。またのにワンコもらっても別にそんなだわ。よしよしよし。ドン。これで全員縛れてるんじゃなかろうか。メイン切りましょう。デバフいっぱい全体つけたんで。オッケーオッケー。マベジ落としてくる。一番アタッカーとしてきつかったんがマベジなんで、いいかなと思います。はいはいはい。かぶそう。
受けて入れ込み、まあ、受けます。はいはいはい、勝った。マジかたいな。ウルベシの耐久やばないか。体力2枚詰めプラス全開日ですからね、むちゃくちゃ硬い。はいはいはい、この感じ特殊使ってこんそうやけどな。一応中継詰め、あ待て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 、あ危ない、入った。縛るか、弾引いて、オッケーオッケー。84でロック。まあ裏が別にメイン残ってるわけでもないんで、ここはもうライで普通に詰めちゃいましょうか。いいね、結構火力出すな。はいはい、ライ行きましょう。で、あとはもう紫のベジット1体なんで、さすがに勝ちだと思いますね。はい、いやー素晴らしい。耐久プラス火力見せれたんじゃないでしょうか。いいね、めっちゃ強いわ。多分ね、ウルトラブー使わないパーティーの中では一番強いんちゃうかなって思います。ほんまにバトルロイヤルの仕様とも向いてて、耐久力あって安定感あってスコですね。で、即やったんで、おずらしてきたわ。はい、対戦ありがとうございましたと。さあ続いて来ましたね、ウルトラブー。これに対してまあどんだけ戦っていけるかってとこが今回のバトルロイヤル一番見どころですね。で、まあ正直上3枚かな。うん、黄色悟空も一応フラグメント強いのにしてきたんですけど、まああんまり戦えないかなということで、ウルベジの方で行きましょうか。で、できればブー以外のキャラクターを赤ベジっての交代禁止で縛ってなんとか落としたい、ライなしでね。はい、といったわけで行きましょうか。いや、ライ切ってもいいか、別にライ切ってもいいから、極ベジ天使かウルトラベジットをどうにかして落としたいですね。はい、いやー、ただブーが本当にね、もう何でもありのコンボ取り方してくるからめちゃくちゃ怖い。行きましょう。さあ、そしてかっこいい玉消化します。単発返して179、強っ。ここ、あーマジか、即死入らんか。まあ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 、そこ回避してるけんね、覚えとこう。反転ゲージがおそらく溜まるんで、反転見て、おっと、まだ繋がる。いや、それちょっと変えとくわ。ベジットの体力が一番大事な気がする。あ、パニッとこうか。いや、特殊切ってたわ、さっき特殊切ってたわ。じゃあ腹パンツ行こう。ここら辺回避みたいなやつ、まあまあまあいいや。おい、あ、弱っ。あー渋いな、そこのワンコントロールの渋吉。まあ、出します。一応黄色はある程度は受かるんで、反転してこい。反転してこんのか。じゃあ出すわ。 OK、 反転しなかったら特化無効つかないんでね。さあ、極ベジ天使はそんなに一つなかったと思うんで、ガン詰めしよう。ガン詰めして、また下がりながら撃とうか。ずらそう、オッケー。いやー、これちょっとむずいな。139、強っ。待って、これいけるわ。あ、やばい、うちのベジットが強すぎる。うちのベジットが強すぎて、これ一点持ってきるわ。強っ、ナイス、超活躍ね。さすが全開闇のっけ、強い。おら、やっぱベジットにおける信頼感が僕めちゃくちゃ強いですね。いや、強えわ。オッケーやりたい放題。縛りましょう。127で縛った、いいね。ね、踏ん張りまでできれば行ってほしい。待って、ミスった。7でしょ、こっちでメイン切ろう。さあ、ちゃんとユニ、あー、まだ打てる。オッケーオッケー、踏ん張りいった。よし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 、素晴らしい連携、ナイス。テンさんのメインが生きてる。こいつはライジング牽制だけじゃねえ伊達に通常 SP やってねえ。いや、読まれたわ。ちょ、非常にきつい、それマジできつい。ありがとう
ありがとうし。いやーこれちょっと荒らされるの嫌だからもう打つわ。かぶされてもいいもん。2連で打っとくか。いやもう変なことして倒されるのが一番嫌なんで、これ遠距離突っ込もう。オッケー。これで倒しきれ。待って、重い。踏まりってたよね。はい、必殺でぶち決めた。いやこれは完璧に決まった。ありがとうございました。ナイス、最強だこのパーティー。はい、というわけでね、今回はこちらの体力2枚積みかつテンさんぶち込んだね合体戦士を使ってみました。でさっき気づいたんですけども、アビ枠としてね、でこういった黄色ゴテンクスもね体力上げに入ったりするんで、体力3枚ガチ積みのね合体とかも強そうなんで、ぜひともね皆さん使ってみてはいかがでしょうか。そのわけで今回の動画は終わっていこうかなと思います。面白かった方はぜひともチャンネル登録高評価お願いいたします。お疲れ様でした。